内閣府特命担当大臣は日本の国務大臣内閣府特命担当大臣の一つである内閣府が設置される中央合同主として原子力事故の損害賠償や原子炉の廃炉支援に関する行政を所管する国務大臣である原子力事故を起こした事業者に課せられた賠償額が原子力損害の賠償に関する法律に基づく 賠償措置額を超過した場合、原子力損害賠償、廃炉等支援機構は、事業者に対して必要な資金を交付する。この賠償措置額は、一施設あたり1200億円とされ、政令で指定された、原子炉の運転については1200億円以外の、政令で定められた額とされており、それを超過した場合に、事業者への資金が交付されることになる。内閣府にて、 原子力事故の損害賠償や原子炉の廃炉支援に関する行政を司る組織としては内部部局である原子力被災者生活支援担当室、廃炉、汚染水対策室、原子力損害賠償、廃炉等支援機構担当室をはじめ政策統括官配下の組織が挙げられる。内閣府特命担当大臣はこれらの組織を担当する。なお、内閣府においては 内部部局である政策統括官配下の組織、審議会等である原子力委員会、特別の機関である原子力立地会議なども原子力に関する業務を取り扱っているが、これらの組織は他の国務大臣が担当しており、内閣府特命担当大臣の担当ではない。また、政策統括官配下の組織には原子力事故の損害賠償や原子炉の廃炉支援に、 関する行政ではなく、一般的な原子力政策を司る組織も存在するが、この組織についても他の国務大臣が担当しており、内閣府特命担当大臣の担当ではない。第186回国会にて、内閣府設置法の一部を改正する法律案や、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案が可決、成立した。 2014年8月18日、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律が施行された。それに伴い、原子力事故の損害賠償だけでなく、原子炉の廃炉支援に関する行政も、内閣府が所管することになった。これを受け、第2次、安倍内閣は、内閣府特命担当大臣を新設し、経済産業大臣の茂木敏充が任命された。以降、 原子力事故の損害賠償や原子炉の廃炉支援に関する行政を担当する特命担当大臣として内閣府特命担当大臣の職が継続して設置された。しかし、茂木敏充、シミツ、小渕祐子、宮沢陽一と交代が繰り返され、新設後わずか3ヶ月で3名が就任するという異例の事態となった。かつては内閣府特命担当大臣という国務大臣が、 置かれていたが、同職は第二次安倍内閣により廃止された。同職との大きな違いは原子力事故の損害賠償だけでなく、原子炉の廃炉に関する支援も含めて担当する点である。ありがとうございます。